こんばんは。今日もすんごい時間です。イエイ。イェイ。本日はきっかけ食堂のメンバー三人がお送りさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずではきっかけ食堂とは何、何なのか。この前に自己紹介をさせていただきます。そうですね。自己紹介ちょっと早まりましたね、完全に。はい。立命館大学産業社会学部二回生の原田奈美です。 同じくウコン花子です、えー、同じく立命館大学産業社会学部2回生の、えー、橋本涼です。よろしくお願いします。よろししくお願いいますはい、では、ちょっとういうはいきっかけ食堂とは何なのかと、はい、皆さん気になってるかと思うんですけどはいはいいよいよ説明していこうと思います。では、きっかけ食堂とは何なのかというと <laughs> 食から東北のことを考えるきっかけを考えるために毎月11日の 6時から12時まであの夜の6時から22時までに東北の郷土料理や地酒を自分たちで作って提供しているというお店ですで私たちはその東北のご飯屋さんをしている3人ということになります、はい、東北で出会った、あのー、農家さんとか漁師さんとかから、えー、送ってもらった野菜やお魚とかホタテとかを使って えー、料理を作ってそれを皆さんにお出ししているっていうご飯屋さんですポイントとしては毎月違う地域にフォーカスしてその地域地域の特色を生かした郷土料理とかあのお酒を出すんですけどそのご飯っていう面からもその東北のことを知ってもらってじゃあその土地ってどんなんだろうっていう興味を抱,か抱いてもらったりとかそう,やそういっていろんなきっかけを作りたいなと思ってこの食堂をやっています。 はいはい、できっかけ速度のちょっと大きなコンテンツと,と,コンテンツとして一つあるのがきっかけタイムというものです。でそれは何かっていうとなんか来てくれはったお客さんにどうやったら東北のことを喋ってもらえるんかなって考えた時にあ紙に書いてもらえばいいやんみたいな感じになってそれをなんか例えばその最初に紙を渡すんですけどそれがきっかけカードというものです。ではい、その紙に 3つのことを書いいてもらいますお客さんにで一つにその中の一つで、ね、東北のことを絶対書いてもらってでもそれってなんか震災のこととかそんなことじゃなくてよくて例えば何か牛タンが美味しいとか楽天めっちゃ応援してるとかそういうことでよくてそれを1個書いてもらいます。であとの2つは自分の例えば趣味とかうーんこの前チャリ買ってんとかテストやばいわとかそんなたわいもない会話の種になることを書いてもらってお客さんの自分の前に置いてもらいます。で それをもとに他のお客さんとか私たちとコミュニケーションを取るっていうものになってますはい、はい、ここで皆さんちょっと今日のきっかけ食堂行ってみたいなって思ったんじゃないですかね早いな <laughs> 早いねい多分なったと思うそれでじゃあどこに行ったらいいのかっていうところなんですけど上京区のですね、えー、一条通り北野天満宮の近くの一条通りっていう通りがあるんですけどまあ妖怪ストリートって言われてる通りでその一条通りに面したところに ありま,すまあ詳しくは「魔法にかかったロバ」というお店でやってるので魔法にかかったロバで検索していただけたらお分かりかと思います。はいはい、毎月11日なんでね <laughs> 11日しかしてないんですけどすまあ夜。 6時から12時までいつの時間に来ていただいてもいいので、まあ、手帳に書いていただいたらいいかなと <laughs> す、ね、今すぐはいお願いします、はい、そんな感じであのその魔法にかかったロボというお店が日替わり店長のお店っていうちょっと特殊なお店なんですよ例えば毎日店長さんが変わっていくようなお店で、うん、そこで11日には、えー、僕たちがやらせていただいているという形なので他の日にこのお店に行くとまた違う店長さんが、えー、お待ちしていると思います11日は僕たちがいます はい、<laughs> お待ちしてます私たちこの、なぜきっかけ食堂をしているのかというところなんですけど、まあ、偶然、私たち3人は立命館の産業社会学部で一緒だったんですけど、まあ、別に学校の友達、もともと学校の友達、まあ、顔見知りとかであったんですけどそういうわけではなくて、まあ、一緒に東北に行った仲間っていうのもあるんですけどそのことを少しあの花からちょっと説明してもらえたらなと思います。はい、はい、ですね きっかけ食堂の母体意図がったというか、元になったのが、きっかけバスというプロジェクトでした。で、きっかけバスっていうのは、えー、全国から各都道府県、学生40人ずつが東北に、東北3県に行くという企画でした。で、その東北へは、えー、大人の方であったり、他社会人の方もう学生もなんですけど、寄付をいただいて、その寄付で学生が東北へ足を運ぶっていう企画になってました。で、そのきっかけバスというのが、 去年2014年の2月中旬に私たちは京都から東北に行かせていただいたんですけれどもその後なんか帰ってきてからなんかちょっと東北と離れてしまったような気がしたりとか、うん、なんか何も行ったけど何もしてないなみたいな、うん、すごい空なんていうの虚しい感じになってて、うん、そういう時にたまたまなんかこういうのやってみいひんっていうことになって、うん、今きっかけ食堂として活動をしていますそうです、えっと、そのきっかけバスとして一緒に行った京都のメンバーもいっぱいいるんですけど そのメンバーからも一、えっと、回みんなで行ったけど集まる機会もないし、うん、みんなでなんか東北のことを考える機会とかもないしなんか寂しいよねっていう話をしてたらあじゃあ月一回でもやったらええんちゃんというようなねこの気持ちで始まりました。<laughs> そうなんですよね はい。で、結構東北のことを考えるとなると、結構暗い気持ちになってしまうなっていう人とかもいたんですけど、うん、でも毎月11日の震災命日だけでもいいから、こう考えてもいいんじゃないかなっていうような声も、そのきっかけバスのメンバーからあって、で、私たちがそれを、どうせだったら東北のご飯を食べながらやったらいいじゃんみたいな感じで、うんうん、食っていうのはまあ、誰もがこう経験することだよねみたいな話から、じゃあ東北のご飯、 みんなが誰もが食べるそのご飯を東北にして、まあ、きっかけバスのメンバーだけじゃなくてもっといろんな人で東北を考えたいなみたいないろんな人京都のいろんな人が集まってきょ京都で東北のことを考えたいなっていうので、ね、ちょっと今きっっかけ食堂をやってるわけですね、はい、でそれでなんですけどきっかけ食堂の時に大体最近行っているのがその食材を送っていただいた漁師さんであったり農家の方とか。 例えば現地の高校生であったりとかと,ちょっとなんか生中継のような感じで電話をつなげたりとか,、うん、なんかメッセージで動画を送ってもらったりしていてそれが今とても好評で向こうの東北の方々もその喋れて嬉しいっていうのは言ってくれはるし。 きっかけ食堂に来ていただいた方にもそういう声を直接知れてなんか食べ物のものだけじゃなくてその生産してる人の声を聞けて嬉しいっていうのも言ってくれるのでそれもまた続けていきたいなと、ねね、確かにそれがやっぱきっかけ食堂の醍醐味というかそ,のそうですね、うん、作った人と、えー、食べてる人が直接関わったりすることができたりやっぱり京都と東北っていう距離物理的な距離はあるけど心の距離を埋めようということで。 ちょっとかっこよく言ったらっ決まってました。か <laughs> まあ、心の距離を埋めようということで。はい、そうです。えーうん、そうですね。その、職業を通して埋まっていくんじゃないかなということで、やっております、うん。そんな感じです。そんな感じだね。そんな感じ。<laughs> いや本当に、一回ね、やっぱりね、来てもらわないとわからないかなって、うん、私たちもちょっと言葉では伝えきれない部分が多いなとは思うんですけどね。うん でもやっぱりこう私たち自身も東北のことを考えられてすごい楽しくやってますそうですご飯ももちろん美味しいです自分たちが料理をしてるんですけどやっぱ食材がいいとね味が違います味が違いますホタテがプリプリですねホタテはもうねプリプリなそなんですねホタテの身がいいへんか見えないと思うんで手のひらぐらい手のひらぐらいありますねほんまにビーナス出てくるんちゃうかなみたいな そんなことも考えちゃう。いつか出てくるよ。一匹ぐらい。あ、一匹なんや考えちゃう。一人かな。ね、いるじゃないかとね。皆さん東北のご飯美味しいって知ってましたか。ね。皆さんだったら何を思い浮かべるんでしょうね。東北って言われたら牛タン。牛タンか。仙台とかやっぱり牛タンですよね。牛タンかホタテ。ホタテ仙海の幸がね。 でも私も東北に行くまではそんなにこんなに海の幸が美味しいんやとかご飯が美味しいんやとか全く知らなくてでも結構そういう子多くって東北えこんなにご飯美味しいのとかやっぱ海近いだけあるなっていうのが結構ねみんなの感想の中からも,も上がってたなと思います,すい、うん、でもやっぱり野菜も美味しいっていうのがねなんかすごい甘い野菜が多いよねうんでなんやろ 寒、うん、寒いから <laughs> 寒いから寒いから、ね、よくからないでもやっぱり土地がやっぱりすごいいなんか自然豊かなね人柄もいいね、うん、人柄もいいし、うん、ねみんな快く、うん、あのこういう企画やってて送ってほしいですって言ったらみんな快く引き受けてくれますしやっぱり人柄は暖かいなっていうのは感じますね、うんうん、そうですねほんなんか先にちょっとなんか今までどんなメニューがあったか ちょっと説明したいかなみたいな思うんですけどす、ね、結構人気なやつとかなんやと思います今まで人気あったやつ <laughs>、うん、まあまずでもどんなメニューがあるのかって想像できるんですかねどうなんですかね <laughs> まあでも結構行ってみようよ行ってみよう <laughs> 行ってみよう <laughs> うん今基本的に基本的に毎月出してるのは定食メニュー、はい、その土地の 定食のメニューと、あとはなんか、パスタメニューは大体あって、うん、あと、おかずが3品ぐらい、他にあるのと、ね、デザートがあって、あと、地酒が3、4種類と、ソフトドリンクが、東北の。を用意してる感じですね。そうですね。まあ、個人的に、個人的に今まで好きだったのは、コロッケですね。はい、ああ、美味しかったですね。あれ<ー>はあ。あれはどこのやつでしたか、えー あれは南相馬南相馬のじゃがいも福島県の南相馬から食材を送って頂いてその際にはちゃんと放射線の調査しましたっていう紙もねついてきてあそうです食材もしっかり安全とか衛生的な問題はねクリアしている食材を使っているので全然ご安心くださいそうやそこ大事やそこ大事そこ大事ね確かに何おいしかったやろ めっちゃ好きなのおすすめはなんやろ鮭美味しかったね。鮭美味しかった。鮭美味した。鮭広田町。広田町というとこからね。岩手県ね。そうそう送っていただいてその鮭がもうめっちゃ美味しかったです。売り切れましたねあれも。二十二十何個ぐらい？二十。二十人前ぐらいあったよねあれ。二十切れぐらいあの鮭の切り身を二十キロ持ってもらった。すごいよね。それが売り切れた。ね確かに。嬉しいね。すごい嬉しいですね。 私はな、やっぱりホタテ。先ほども言ったように、ホタテは美味しいです。いや、王道いっちゃいました。王道でしたね。まあ、でも、ドリンクって言ったら、自分お酒があんまり飲めないんですけど。やっぱり、あの。マスカットサイダー、皆さんご存知ですか、マスカットサイダーって。マスカットサイダーは。陸前高田かな。岩手県の、え、陸前高田市の。マスカットサイダーっていうのがあるんですけど、これが。 ま、程よい甘みといい感じの炭酸が効いてて美味、うん、しいー サイダーがあるんです。マスカットサイダーと言います。はい。皆さん飲んでください。はい。調べてもらってもいいし、まあ何よりね、きっかけ食堂来たら、コうルがて置いてるで。置いてるので。はい。楽天でも買えます。楽天でも置いてるということで、裏情報でした。はい。じゃあここで少しちょっと休憩して、この休憩の後に、それぞれなぜきっかけ食堂してるのか、みたいな話をこの後したいな、みたいな、思ってます。はい。じゃあちょっと休憩入りたいと思います。 休憩終わってちょっと <laughs> <laughs> 一息ついたところで、はいはい、私たちそれぞれの思い結構こうやって楽しく楽しくこう喋って楽しくいつもやってるんですけどやっぱりこうきっかけ食堂をしているっていうのには訳があって、うん、まあ3人ともまあ偶然40人の中からこう集まった3人なんですけど個人個人の思いを持ってこのきっかけ食堂をしていますそれを少し伝えれたらなと思っています。ははいいじゃあちょっと花から、はい どっかから言おうかな私ね生まれたのが、うん、神戸で生まれてるんですけど、うん、95年、1995年の1月20日に生まれましたでそれってあれですねそうなんですよ,ですよ、ね、阪神大震災の3日後に神戸でちょっと生まれたんですけど、うんうん、なんかでも正直自分ってその時生まれてないしその生まれてからもそんな記憶とかあるわけないじゃないですか、ね、だからなんか家族に聞く話とか、うん、そういう近所の人の 話とまあなんかだからそういうのを聞いてきたからすごい小さい時から身近ではあって、うん、震災っていうものが、うん、って勝手に思ってたんですよでもなんか実際でも、うん、実際そんな身近ではないんですけどでも心の中ではすごい身近に思ってて、うん、で私東北に東北の震災があって初めて行ったのが3年目かな 2>,、うん、2, 年2年目か 2>, 2, 年目2年目だね二年目にここのナミと一緒に、うん、東北に行ったんですけどその時に っっって思たたたのが全然知らんかったわみたいな、うん、すごい知った気で行ったけど全然知,知らんし、うん、それはもちろん阪神の震災との違いっていうのもあるけど、うん、わ知らんなーって思ってでそれ思ったのと同時にすごいみんなあったかくてめっちゃ前向きで、うん、そんな人たちばっかりに偶然出会ったので,ですごい東北が好きになってでちょくちょくそれから行くようになってるんですけどでそのきっかけバス先ほどお伝えしたきっかけバスっていうのもなんか。 みんなを京都の人を東北に連れて行けるってめっちゃ素敵やんと思って私はその奈と一緒に運営として関わっていて、うん、めっっっちゃ素敵ややんんんて思たですすよなかごいそれだからすごいやっててすごい力入れて,ていたけどなんか帰ってきたら帰ってきたでまた疎遠になってるような気がしてでそのそういう時にこれをやろうってなって今まだ続けてるんですけどななんかなんでこれをやってるかっていうと何やろうな。 なんかやってることって正直めっちゃ地味一じゃないですか正直自分たちはめっちゃボランティアってイメージは全然やってないしでもなんか周りからボランティアって言われるしなんかそれのギャップとかめっちゃあってあ確かになんかこれボランティアなんかなでもみたいなボランうやん。ではないよなだからなんかこの前ある人と喋っててすごい感じたのはなんかボランティアっていう言葉って結構なんか非日常の中にあって普通 <で><ー>けどでも私らはそれがすごい日常になってるからボランティアやと思ってないんやなみたいなところがあってあ<ー>だからまあ感じ方は人それぞれやけど私らはすごい日常の一部としてこれをやってて、うん、でなんかやってることすごい地道やけど今やってることがすごい。 何かかかまた次のこととになながるんじゃいい思っててで実はその今日ここのラジオを出させていただいているのもきっかけ食堂でお客さんとして来ていただいた方が紹介していただいてで出させてもらってるのでそういうつながりがすごい生まれるんやなと思ってそうだから何か何か次会った時とかな何か役これをやってたことで役立つことがあるんじゃないかなと思って今続けてます。確かにこんな感じですね 結構東北出身の人とかが来てくれたりすることとかもあるもんねめっちゃ嬉しいよねめっちゃ嬉しいと思ってつながりねつながりができるもんねそうですねそうつながりができるのがねつながりね、いいね私は昨年の5月からやってるんですよねもう十何回十次十一回目かなもうすぐ一年を迎えようとしてるっていうので結構今までもつながりとか生まれてきたりやっぱりやりがいあるなって思うな分かりますね 本当に。じゃあ続きましてちょっと私原田奈美のちょっと話をしたいなと思います。はい、はい、お願いします。はい、で私はえっと初めて東北に行ったのが高校2年生の時だったんですけど、はい、まあそれまでは東北に。 あの親戚もいなければ友達もいないし、まあ私花もさっき言ったんですけど私たち阪神淡路大震災の年に生まれた子供っていうので、ま知ってる子もいれば知らない子もいるけどみんな記憶にないっていう状態で、私は本当にすごい新東日本大震災は身近ではなくて、でもその東北に何か行くきっかけっていうのをその高校時代にいただいたんですよ本当にそれは偶然であまり私も深く考えてなかったんですけどやっぱり東北に 来た時にすごい衝撃を受けてやっぱりその時は震災から1年経ってないぐらいに私は行ったんですけど地面に刺さってる靴があったりゲーム機やお箸とかがちょっと落ち,てる落ちたりしてるのを見てすごい衝撃を受けましたで私は本当に今までなんでこんなに何もしていなかったんだってこととか今更来て私が何ができるんだっていうことをすごい思ったんですけど遠くの人とその日の夜にお会いして。 本当に来てくれて嬉しいとかありがとうとかすごい感謝の言葉をいただいてで私すごいあの私が来て嫌じゃなかったですかみたいなこととか聞いたんですけど、うん、そ,のそんなこと思わなくていいよみたいな本当に来てくれて嬉しいしすごい今の若者に期待しているんだっていう話をしてくれて、うんでまあ、さっき言ってたきっかけバスの話になるんですけど実は私その私に期待してくれているんだって。 言言っっってててくれれたたそそののの東東北北人ががすすごいすごいい大大好好ききににになな葉救わんですよでその後も個人的にこう東北を訪れたり花と一緒に東北を訪れたり大学1年生の去年ですねしてたんですけどまあその時にふとその大好きなその私に期待してるよっていう話をしてくれた人が「最近来る人減ってるね」みたいな「忘れられてるのかな忘れられるのは悲しいな」みたいなことをふと 言ったたんででですねみたいなで私にできることって何なんだろうってすごい考えてでその時に偶然そのきっかけバスはな、まあ、も言ってたんですけどそんなにたくさんの人を東北に連れて行けるっていう企画があるんだっていうのを知ってさん、これで私は。 参加してて京都の人を連れて行きたいと思ってたくさんの人を連れて行きたいそして忘れられてほしくないみたいな思いがあって私はきっかけバスのまあ実は代表でやってたんですけど、まあ、その後40人といって本当にすごいみんなが東北のことを考えてくれたのがすごい嬉しくてあとまあきっかけバスは支援をいただいてこう東北に行ったんですよね。でたくさんの京都の人が若者東北行ってきなって応援してくれたりその後京都で頑張って。 東北,のこと東北で感じたことを生かしてねっていう言葉とかをいただいたんで私はその、まあ、東北の方の期待に応えたいっていう気持ちとか、まあ、いろんな思いがあるんですけど、まあ、今まで応援してくれたたくさんの人に恩返しの気持ちも込めてこのきっかけ食堂をしたいなっていうのでこう誘う一緒に3人でやろうということでやってます。ちょっっと伝わわわたかからないんですけど、えー、この春田ナミに誘われて え僕も,もう花さんもね3人でやることになっていやこれこの原田奈美がこんなわーわー言ってるけど実は発案者というかね <laughs> わーわー言ってます <laughs> 常にわーわー言ってるんですがそうですねうこう同じ思いを持った仲間と一緒にできてそ,<う>それでそのきっかけバスにも参加してその時に初めて行ったのが寮なんですよね初めて、はい、そう去年の3月に初めて、うん、東月か 去年の2月にに初めて東北に行きました、うんうん、じゃあ亮がじゃあその時の良ければどうぞいそうですねえっと今言ったみたいに去年の2月に初めて東北に行ったんですけど、まあ、それまで東北に関して全然興味関心なかったかって言われたらまあ、うん、ないじゃないけどちょっとあるっちゃあって実はその自分の小学校の時の友達が。 小学校転校したんですけど転校する前の友達が中学校に入って実はめっちゃグレちゃってで高校行かないってなってあいつ高校行かんのやと思って普通に自分は高校行って野球やっててしたら高校1年生かな高校1年生の終わりぐらいに震災があって大変やなと思ってでもなんかテレビとかずっとそればっかやんと思って。 ななんかか面白くねえなとか、まあ、その時は不謹慎ですけどね、うん、そ,のそう思ってたんですけど、うん、その1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいに、うん、さっき言った友達がプータロをしてるはずの友達が、うん、いきなり東北に行って、うん、なんかボランティア活動をしだした、うん、でいあいつ何してるんやろ?」と思って「うん、まあすごいなと」とその時はすごいなと思ってて「うん、まあまあいつ帰ってくるんやろ?」とか思ってしてたらいつの間にか向こうに住んでもう向こうで結婚して子供もいるんですよ。うん <laughs> 自分たちと同じ年なんですけどねも、うん、もいるっていう話があって、うん、マジかってなってなんかそんだけその東北って魅力的なところなのかなとか、うん、なんかすごい東北っっててすごいなそれを受けて、えーまあ、東北っていうのがちょっと心のどっかにずっとあって、うん、で大学に入ってそういう企画をこの原田奈美がやっているということで自分も行きたいと。うん 思ってきっかけバスに参加したわけです。そして、はい、そこがきっかけバスに参加したまで。なるほどね。きっかけバス。で、きっかけバスに行きました。はい。きっかけバスに行ってからなんですけど、気仙沼での復興屋台でご飯を食べたの覚えてますか？覚えてます。覚えてます。あそこだよね。そこで、そのご飯を食べたんですよ。海鮮丼を食べました。自分は。美味しかったです。美味しいね。海鮮丼は美味しかった。 美味しいその海鮮丼食べたんですけどそこのなんんていうですかおばちゃんおおばばちちちゃゃゃんんんっって言女性の方とお話をしていましたメンバーと女性の方とねそしたらまあいろいろ普通にオリンピックの話とかオリンピック前やったからねオリンピックの話とかをしてたら帰り際に「ありがとうございました」って店出て帰ろうとしたら「オリンピックもあるけど東北を忘れないでね」ってそのおばちゃんに。 言われて、うん、それてそがやっっっぱずっと心にあったんですよなんか、うん、忘れないでねって思っまあそう思うと思うけどなんかその、うん、なんていうかなそのめっちゃ伝えたいんだなと、うんうん、忘れないでねっていうのが忘れちゃいけないんだなって自分が思って、うんうん、でみんなも忘れちゃいけないなと思って、うん、それでそうか、えー、帰ってきて2か月後ぐらいにこの原田奈美から こういうことやろうと思ってんねんって言われて一緒やろうやって言われてあこういうことをしたら食から、うん、そうやねその考えたり忘れないっていうことになるんじゃないかなと思って、うん、きっかけ食堂やってます、うん、まあそれとそれも一つなんですけど、はい、自分が一番やりたいのはちょっとこれからいい話します<お>いい話をしますま <laughs> 自分はその今言ったみたいにきっかけバスも参加者っていう立場やったしえー まあいろいろ受け身な立場やったんですけど、うん、きっかけ食堂に対してもね、うん、それを全部誘ってくれたのはこの原田奈美、うん、から誘われてきっかけバスも行ったし、うん、きっかけ食堂も行ってでまあ自分で言うのも変なんですけどそこでいろんなつながりとか、えー、出会いとか友達も増えるしいろんなことやものや人に出会いました。うんうん、でそれっっっててめっちゃ面白いなと思って、うんうん その楽しい、今めっちゃ楽しいんですけどその楽しいことって全部つながりの中でできてるなと思って<ー>そのきっかけを与えてくれたこの原田奈美がいるんですけど次は自分がいろんな人にきっかけを与えたいなと、うん、まあこれ俗に言う「鬼する」って自分たちでは言ってるんですけど「<お>鬼になりたいな」と思ってなるほど「鬼」か「鬼」になりたいなと思ってなるがええー <laughs> そうですみんなおにしたいなとおにする立場になりたいなと思ってこのきっかけ食堂頑張ってますそうなんですねそういろんな人にいろんなきっかけが与えれたらかっこいいじゃないですかりはねなんかねそのきっかけ食堂をやるってなった時にもう一人欲しいよねって涙になってりとううみたいなあそうねてかなんかりょかなって思ってたけどかなり確認してみたらやっぱりりょうやりうやなそうなやフィーリングがね でも本当にねやっぱりこう同じ思いを持ってるなっていう何かしらの感じとかやっぱり他の人にきっかけ与えたいなっていうやっぱり思いが3人ともあるからこうやってつなげられてるんだなってやっぱり思いますね、うん、はいじゃあこの番組も終わりに近づいてきたようですああ寂しいね,ね<ー>あ30分ではちょっと喋りとりなかったのでよかったらね次の。うん きっかけ速度に皆さん来ていただけたらなとあ3月の告知を少しだけさせていただきたいと思います先ほど説明した北の白梅町にある魔法にかかったロバというお店であの毎月11日3月11日は、えっと、今までその、まあ、3月っていう震災命日っていうのもあるので今までやってきた地域今まで放火し,してきた地域 の美味しいものを集めて三月には出したいと思います。はい。名付けて。名ターズでやります。名門です。うめいじゃないです。名門です。の名門。え私たちがピックアップしたやつとか、あとはあのよく来てくれはる常連さんがねおすすめの一品とかをね出すのでよかったら。 ぜひぜひお待ちしてください、えー、3月11日6時かかから魔法にっかかったロバでやっておりますので、はいはい、お待ちしておりますではもう終わっちゃいますね <laughs> きっかけ食堂メンバーが今日はお送りさせていただきました、はいはい、今日楽しまないとでしたありがとうございますありがとうございました